公共曲第38番派長長方冒険 I-38 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した公共曲。第2楽章で第1バイオリンと弱熱付きの第2バイオリンがエコーのような効果を生み出しているところから小玉という愛称で知られる。自筆楽譜が消失しているため正確な作曲念は不明だが当時ハイドン作品の楽譜の収集に力を入れていた。 ゲットバイク修道院の所蔵楽譜目録に1769年に購入したという記録があり、それ以前に作曲されたものと考えられている。クリストファー・ホキュートのハイドン公共曲全集では1767年頃の作曲とする。いわゆるハイドンのシュトルム・ウント・ドラング期の公共曲の一つとされることもあるが、その一方で感情楽章が弦楽器のみである点や、 独奏楽器が競争曲的に活躍する点は初期の公共曲と共通する。なお、同じ波長長のカンタータ、アプラウススの助曲として本作の最初の2楽章を使っている演奏がある。オーボエに、ホルンに、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、低音。この曲が作曲されたと思われる時期のエステルハージュ家の楽団には、 トランペット奏者もティンパニ奏者も雇われていなかったため、トランペットとティンパニのパートは後から書き加えられたものと考えられている。全4楽章、演奏時間は約20分。ありがとうございます。